ポケモン間違い探し。今日はポケモンの間違い探しをするよ。今回で間違い探しはもう7回目。今回はいろんな間違い探しを10分用意したよ。鋭いひらめきが必要な問題もあるから頑張って挑戦だ。じゃあ早速1問目を解いてみよう。第1問、間違いを5個見つけよう。じゃあみんな解けるかな。いろんなポケモンがいるね。結構ポケモンたちがいっぱいいるからよーく観察して探してね。5個の間違いを見つけることができるかな。じゃあ答え合わせだよ。5個の間違い、みんなは分かったかな？ちょっと難しい問題だったかもしれないね。じゃあ次、第2問の問題はちょっと変わった問題、アハ体験だよ。一部が変化していくから頑張って探してね。さあポケモンたちの一部が今変化していってるよ。ちなみに2箇所変化してるからね。さあ時間切れだよ。みんな分かったかな。もう一回解いてみよう。じゃあ時間はちょっと短いからね。2箇所変わってるよ。今もう変わってるからね。さあ答えだ。叫ぶ尻尾とイーブイが変わってたね。みんな分かったかな。ちょっと難しいかもしれなかったね。じゃあ次、第3問、間違い探しだよ。間違いを3個見つけよう。今回は鋼ポケモンがたくさんいるね。みんな違いに気づけたかな。間違いは3個あるからね。じゃあ答え合わせだよ。みんな3箇所の間違い分かったかな。じゃあ次、第4問に行くよ。ポケモン誰だ。どのポケモンの体の一部かな。左の3つの写真が誰の一部か考えてね。ヒヒダルマ、リザードン、ブースターだよ。さあどれかな。答えはリザードンだよ。巨大マックスした時の体の一部だね。第5問、間違い探しだよ。間違いを5個見つけよう。さあみんな5個の間違い気づけるかな。海で水ポケモンたちが遊んでるよね。さあ間違いは5個あるから頑張って探してね。さあみんなはもう全部探せたかな。じゃあ答え合わせだよ。5箇所の違い、みんな分かったかな。第6問、ポケモンアハ体験だよ。一部が変化していくから頑張って探してね。
今回は3箇所変わっていくよ。頑張ってよーく見て探してね。はい、時間切れだよ。みんなわかったかな？じゃあもう一回見てみよう。次で最後だからね、しっかり3箇所探してね。今変わり始めたよ。どんどん変わってってるよ。さあみんなわかったかな？じゃあ答え合わせをしよう。モンスターボール、水しぶき、メッソンが変わってたよ。みんなわかったかな？ちょっと難しいかもしれないね。第7問、間違い探しだよ。間違いを5個見つけよう。今回は電気ポケモンたちが間違い探しに遊びに来たよ。みんなわかるかな？ここまでみんなついてこれてるかな？今のところ全問正解している子は本当にすごいよ。この調子でこの後も頑張ってね。じゃあ答え合わせだよ。みんな5箇所の違い気づけたかな？じゃあ次はまた間違い探しだよ。間違いを5個見つけよう。今回は森の中でフェアリータイプのポケモンたちが遊んでるよ。さあみんなわかるかな？よーく観察しないとなかなか間違いは見つかんないから、頑張ってよーく探してね。細かい注意力が必要だよ。じゃあ答え合わせだよ。みんな5箇所の違いわかったかな？じゃあ次の問題だよ。ポケモンアハ体験、一部がおかしくなっていくよ。じゃあ今回は2箇所変わっていくところがあるからね、頑張って探してね。今もう変わってってるよ。どんどん変わってってるからね。さあどこが変わったかな？時間切れだよ。じゃあもう一回見てみよう。みんな2箇所の違いがあるからね。さあ徐々に変わってってるよ。少しずつ変わってるからね。じゃあ答え合わせだ。みんな2箇所の違い気づけたかな？バクーダとファイアローが変化してたよ。バクーダはメガバクーダと普通のバクーダに変化してたね。じゃあ今日はこれでおしまいだよ。全部で9問10分間あったけど、何問解けたかな？今回は少し変わった問題があったけど、みんなは正解できたかな？じゃあこの他にもいろんなポケモン遊びの動画を上げていくから、どんどん投稿するから見てね。じゃあ次の動画もよろしく。じゃあね、バイバーイ。